まず特徴的なのが色なんですけども、こちら今日は、女性の方でも、十分運転していただいても、結構久しぶりのクーペということになりますかね、ラインナップとしてね。パワーユニットが結構用意されてますよね。そうですね、はい、こんにちは。横浜管内の鉄です。今日はですね、赤レンガ倉庫でやってるルボランカーズミート2023横浜に来てます。いろいろ話題の車とかですね、新しい車見れるというので、撮影していってみたいと思います。で、リアで回線ブレーキ取れるから、そんなに強いブレーキじゃないだろ。お客様からご好評いただいているポイントとすると、全身安全機能など、それから、お客様が必要とされるもの。
性能な車のエンジンってあんまり空ばかしができないようになってるんですよ、ね、そうそうね、過回転しちゃうとちょっと壊れちゃうっていうところがあるんで、今あのよく知ってる方なんで6000まで回しました。はい、はい、結構強悪な音がしました、ね、はい、ただこれも、はい、今モードが3モードあって、はい、うん、今トラックモードという、はい、一応サーキットを走れる、はいはい、走るのに適したモードがございまして、うんうん、トラックモードに入れるとかなり、うん、エキゾーストの音質が、ね、はい、フラップが開くんですかね、そうです、はいはい、なので結構、うん、うるさいというか生の音迫力のある音に変わります。まあ、これがね、もっと走らせるともっと高回転までもありますからね、はい、ね、はい、もっとすごい音がするということですし、はい、僕これ何度かの見切りというのも聞いていただくと分かるんですけども、ね、はい、そんなに大きくないので、うんうん、大きく感じないので、はい、女性の方でも、うん、十分運転していただけるそうですね、はい、ただ iPhone 高くて見たらしいの で、 そうですね、結構運転しやすいですよね、はい、でこちらもびっくりするほど乗り心地とかいいので、はい、まあ、本当にハイパフォーマンスなんですけど、はい、ここまでいいのかというちょっと久しぶりのクーペということになりますかね、はい、ラインナップとしてね、そうですね、はい、まずクーペ自体が久しぶり、そうですね、だから結構期待してた人も多いと思うんですけれども、はい、結構特徴って一番ここが推しっていうの何かあります？そうですね、はい、まあ今まで見ていただいたいろんなブランドさんと比較したこともあるんですけども、はい、まあ、デザインがやっぱり、はい、マセラティらしい、そうですね、美しいシルエットかなと、はい、もちろん迫力があったり、はい、一見まあ色もあるんで派手には見えますけれども、ね、やっぱりなんかマセラティって気品があるというか、はい、上品なデザインになってますよね、そうだと思いますね、はい、ちょっとその辺が他のブランドとは一線を画しているというところと、あとやはりエンジンがね、特徴的ですよね、はい、昔からマセラティエンジンにはこだわりが強いですけれども、はい、これはプレチャンバーですよね、そうです、はい、プレチャン、うん、まあ、マセラティ自社製になって、はいはい、新しい技術を投入した、うん、そうですね、はい、まあ、プレチャンバーってもともと、まあ、覆面消失って言って、はい、まあ、他にね燃焼室を持っていて、ここで一回爆発させて、はい、綺麗に燃焼させるという技術 で、ね、はい、大昔はね、ホンダが、はい、1970年ぐらいに、ね、まあ、排ガス規制を通すために、まあ、発明したことがあるんですけれども、はい、まあ、その時も排ガスの性能を良くするっていう目的だったんですけど、はい、近年では、F1 なんかでこのプレチャンバーつけて、はい、綺麗に燃焼させて、パワーを上げるということをやっていて、市販車でおそらくマセラティが初なんじゃないですかね、はい、今ね、はい。そうですね、はい、まあ。その辺もあるんで、まあ、これ V6 なんですけれども、はい、結構ね、低回転から、そうですね、相当なトルクで、ね、はい、非常にトルクがあって、レスポンスも良くて、うん、扱いやすいエンジンですね、うん。なるほど。ちょっとなんかこちらもエンジン、かけていただけると聞いたんですけど、はい、じゃちょっと今かけますので、はい、はい、ちょっとやはり上品な感じがするかもしれない、そうですね、先ほどと比較して、はい、今何回転ぐらいですか？5000。やっぱりこれも過回転防止というか、空ばかしなどあんまりつけないようになっているので、はいはい、走ればもっと音上がると思うんですけど、最後にもう一回いいですか？そうですね、やっぱり絞られてますね、で、まあ、かなり迫力あるんだけど品がいいっていうのがやっぱり、ね、ね、はい、キャラクターがすごくマセラティらしいなというエグゾーストの音ですね、はい、で今一押しなのがこちらですね、はい、パワーユニットが結構用意されてますよね、そうですね、うん、はい、自社製のユニットで、はい、そうですね、はい、この GT だと、2リッター、そうです、はい、ちょっとこの車格に2リッターってなんか少しちっちゃいのかなと思われがちかもしれないんですけども、多分乗るとびっくり、そうなんです、はい、これが全然このエントリーレベルの GT でもいいというふうに言われてますので、はい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 、むしろおすすめです、そうですね、はい、マイルドハイブリッドで、まあ、モーターアシストもあるし、e ブースターですね、そうですね、はい、はい、
イーブスターがいろいろ資料を見てるんですけれども、まあ、ちょっと電動 の, コンプレッサーみたいなものなんで、そうですね、はい、ターボが効かない領域はそちらで、はい、まあ、スーパーチャージャー的に、はい、勝手をかけるということですね、はいはい、だから昔でいうスーパーチャージャーターボチャージャーみたいな、そうですね、多球機2機掛けなんで、はい、まあ2リッターといえ相当なトルクと出力両方出てると、非常に力もありますし、はい、そうですね、自然な雰囲気ですので、うんうん、とてもいいと思います。そうですね、はい、ちょっとね、やはり SUV なんで少し普通の車より重めになるんですけども、そこら辺全然それを感じないと思いますね。あとこちらにこの MC20 と同じエンジンが搭載されるモデルもあるんですよね。そうなんです、はい、一番上のモデルが東京と言いまして、うん、そちらが、まあ、うん、こちらの V6 の、はいはい、エンジンに同じタイプのものを搭載しています、はい、そうですね、ちょっと最適化して出力とかトルクは違うんだけど、はい、同じものが搭載される、はい、まあ好きな人はそれ乗りたいのかなと、はい、ぜひそちらもおすすめ、はい、そうですね、はい、マセラティはこの辺だとどっか試乗できるところとかってありますか？本日も楽しみしてますけど、港未来さんでしたが、はい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 、なるほど、はい、じゃあ多分試乗したいとなったら、はい、ホームページ見て予約とか、はい、もしかしたらすると一番万全ですかね。ぜひぜひ、はい、はい、大変お声掛けもいただいてるんですが、ね、こちらではちょっと試乗車用意してますので、はい、ぜひ、わかりました。ホットユーザーの方はぜひ、ウェブかなんかでアクセスしてですね、はい、予約して試乗していただきたいと思います、はい、はい、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。その今結構スパイショットなんかも出てますけれども、中型の緑クラスのところが、フルモデルチェンジすると思いますし、あとは、まあ、この X1 に関してもパワートレインの追加ですとか、そういったようなところはやっていこうとは思ってます。中型のミドルクラスは多分これだと思いますんで、皆さんこれがもうじきおそらく僕は手を振ってるだけなので、これがもうじきフルモデルチェンジして世の中に現れると思うので、ぜひそれもお待ちいただければと思います。はい、こんなところでいいですか、はい、ありがとうございます。じゃあ以上 BMW ブースでした。ありがとうございます。